い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。はい、それでは糸始末が終わったのでつないでいきたいと思います。上下裏表を間違えないように確認してください。まずネット編みの方はこちらの模様が表になります。そして上側がこの細編みの細編みが最後になっています。こちらがネット編みの表になります。はい、そして底の方もこのように編んで、一応この細編みが表で終わった方が表としておきます。そして横の方は編み終わった方のこの長編みが表に見える方が細編みも最後が表になるので、こちらを表にして上にします。このようにして置いておきます。そうしたらこれにこのようにつけていって、この底からつけていこうと思います。ですのでまず底のところを中裏に合わせて、ネットの方を見て編むのでネットの方を表にします。このように合わせます。そしたらこの底の方を編んでいきます。縁編みは全部細編みにしようと思います。この角のところに目を入れます。この最初の鎖編みのとこの半目は使わない方が可愛いみたいなので残してネットだけすくいます。そして底の部分の角に針を入れます。そしたら糸をつけます。端糸は編みくるんでもいいし、後で始末してもいいです。はい、それでは一つ立ち上がります。細編みをします。これをずっと全部の目に入れていきます。細編みが大変な方はかがっても大丈夫だし、引き抜きにしても大丈夫です。私は今回細編みにしてみようと思います。向こうにして端まで編みます。はい、下側をこのように細編みでずっと閉じました。そしたら横のまちですが、
横のまちは上の1マス分を下げて、下を3マス分ぐらい開けて閉じようと思います。はい、そしたら角は今1目入っています。ここで3目入れたいと思いますので、2、3、はい、角で3目入れました。そしたらまたこの1目に1目入れるの で、この横のところはこの鎖目を半目入れ込もうと思います。ですので2段目はここになります。そしたらここで上下を間違えないようにしてつけていこうと思います。中裏になります。この位置とこの位置ですね。はい、ではここで今3目編んだんですけど、2目で長さが合うので2目にしようと思います。これで角を入れます。半目も一緒にすくって、向こう側のまちの糸2本をすくいます。持ち手がこれでやりにくい場合はオーバーハンドでもやりやすい方でやってください。私はその時々で持ち替えています。半目取って向こうも2本取って細編みで留めます。はい、これで端まで編んでいきます。そしたらこちらの横の部分も閉じてきました。はい、そしたらここから角は細編み3目して、こちらの下の1本を取りながらずっと細編みをしていきます。はい、そこまでやります。端の1本をすくって、角なので3回細編みをしようと思います。1、2、3回やって角を作りました。そしたら今度は1目に1目細編みをしていきます。これで縁編みも兼ねているので目が揃うように気をつけて編みましょう。はい、それでは端まで
編み進もうと思います。こんな感じで進もうと思います。はい、上側を細編みで編んできましたので、今度は反対側のまちをつけていきます。まず角は細編みを3目しておきます。そしたら次にこちらの上下表裏を間違えないように気をつけながら合わせて、2段目からこの下の段のとこまで反対側でやったように細編みで留めていきます。立ち上がりの半目をすくって角に針を入れます。時々糸をかけて引っ張ってもこちらに出てこない時があります。その時はかけたらいけない目糸がかぎ針にかかっていることがあります。その時はもう一度確認してから編まれたらよろしいと思います。よいしょ。これでまたずっと編んでいきます。はい、ここまで留めてきました。そしたらここのないところはこのまま一マスに一マス入れて細編みをします。そしたら今このように半分つけています。次にまた上下に気をつけながら反対側をここにつけていくんですけど、この時にこのままで、ここからこの底のとこだけを渡ってこちらに行きます。こう編んでここで合わせてこのように上に留めていきます。ここは引き抜きにしましょう。ここはじゃあ引き抜きにしていきます。気になる場合はここで糸をついでもいいです。この最初のところにまず入れて、ここがスタートなので、ここにまず入れて引き抜きをして向こうに渡ります。止めたい人は、止めたい場合は止めてもいいです。私はこのまま行こうと思います。
でここまで来ました。よいしょ、はい、しっかりしましたね。そしたらここからこちらの反対側ですね、これを合わせていきます。最初の3段は、最初の3目は角に入れるんですが、ここでこちらから行ってこの糸を迎えに行って引き抜いて出しましょう。そしてここ最後がずっと回ってここに最後になるんですけど、最後に1目入れるのでここで2目にしておきます。まずかけて、まあ、立ち上がりと考えてかけてここに2目入れておきます。よいしょ。そしてもう1目、今度は横なので1つ立ち上がりの半目をかけてすくって一緒に引き抜いて、これが2段目 で反対側のこの位置にしっかり合わせて、こんな状態になるのであと1目細編みをネットだけ編んで、はい、そしてここから剥ぎたいと思います。ここで目が取れないのでここでちょっと穴を開けてここに針を入れます、はい、そしたらこの角に入れてこちらの位置も確認してから合わせましょう。それでまたこの端まで細編みをしてここをつないで、反対側と同じようにここも細編みしてぐるっと一周編んでいきます。はい、それではぐるっと両方を編んで細編みで留めました。はい、こちらまちの方がこんな感じになっています。ここで1段分段差をつけています。そして下の方は底の方で2センチ分ぐらい開けています。これは折った時にこのように下のまちが収まるようにするためです。糸が硬いのでここを開けて畳めるようにしました。畳まなくていい場合はこの底をずっと全部続けて編まれてもいいと思います。こんな風に開いています。畳むとこのようになります。はい、そしてサイズですけど、幅が21.5 ぐらいですね。幅が 21.5、 高さが15センチ
そしてマッチの幅が5センチぐらいにしたんですけど、外側があるので、これで7センチぐらいになるんですけど、ここで留めがあるので 5.5 ぐらいの厚みだと思います。これぐらいになります。はい。そしてまあ口の留めとかが欲しい方はつけられてください。私はインナーバッグで使おうと思うので、シンプルな方が使いやすいので何もつけずに行こうと思います。ちなみにたまたま私が使っている iPad mini を入れると、これでちょうどいいサイズで収まります。これと何か資料などを入れたりしてバッグに入れるといいかなと思います。はい、今回はこのダイソーさんの糸がとても硬かったので作業がしにくかったんですけど、実際に編まれる方がいらっしゃれば別の夏糸で編まれることもおすすめします。これ色的には可愛いんですが作業的には大変です。もう少し柔らかく扱いやすい糸で編まれた方がいいかもしれません。はい、今回はここまでにします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。